いつもより高い。まあいいや。アイスさっき持ってきて、じゃーん、冷った。ちょっと待って、ふたふた、ちょっと待ってね、ふたを開けたい、開かない、あ、開いた。これはキャラメルリボン、キャラメルリボンです。もう食べちゃっていいかな、溶けるし。食べちゃおう、さっき始めたばっかだけど。キャラメルリボン、食べちゃおう溶けちゃうから。キャラメルリボン、そう、なんかなんだっけな、昨日買ってきて、キャラメルリボンとポッピングシャワーとあと一つロッキーロードかな、あれ買った、あれにしたんだけど、6個なの、ファミリーパックにして。そうで、ポッピングシャワーは妹たちの分も買ったから、で、昨日ポッピングシャワーは食べちゃったなんかこれとキャラメルリボンとロッキーロード食べます。うん、うん、そう、ポッピングシャワーは昨日食べちゃった、妹たちと一緒に。そう、どっち食べるか迷ったんだけど、今日の朝、そう、今この配信でロッキーロードとキャラメルリボン、キャラメルリボンにした。配信的にはパチパチするのが良かった。え、絶対聞こえなくない？食べてても絶対聞こえないよ。え、昨日はもう食べたかったから、ポッピングシャワー食べちゃったマニアージ、これはキャラメルリボン、あんま食べたことないなんとなくキャラメルが食べたくてこれにした。あんま食べたことないんだけどいつもはポッピングシャワーばっかり。ポッピングシャワー、うん、大体ポッピングシャワーか、あったらコットンキャンディー。でもあれいつもないんだよね、そのなんかさ、そのレギュラーのメニューじゃないからさ季節限定じゃん、コットンキャンディーなかったから買えなかった。すごいカラスがそう、ポッピングシャワーはみんな好きで、妹たち何が欲しいって聞いたら、みんなポッピングシャワーってそう、なんかファミリーパック6個入りのやつ買ったんだけど、あの6個中4個ポッピングシャワーにしたみんな好きだからポッピングシャワーが。
当にみんなポッピングシャワーそう4個みんな好きなんだよね。それ以外食べない逆に。美味しいよねポッピングシャワー。私も好きだもん。もうだから昨日食べちゃった。うん、これも美味しい。キャラメルリボン全然食べたことなかったけどいつもポッピングシャワーにしちゃうから。美味しい。え、こんな美味しいと思ってなかった。普通に好きこれ。普段買わないキャラメルリボン。え、ほんとなんとなくで選んだ。ロッキーヌードはね、前にも食べたことあって好きなんだよね。そうだから、あとね、なんだっけな、なんか季節のフレーバーみたいな、桜？桜味みたいな、あれも迷ったんだけど買わなかった。美味しそうだなって思ったんだけど結局選ばなかった。桜っていうアイス、なんか なんだっけなんか書いてたな、なんだっけな、桜の葉っぱ、なんかそう、なんか桜、今の限定のやつ、季節。そう迷ったんだけどキャラメルリボンと、結局こっちにしちゃった。そう、美味しそうだったの、それも桜も。そう結局こっち、普通のいつでもあるやつにしちゃったキャラメルリモンとかずっとあるのにさ季節限定とかじゃないのに。また今度行った時にあればあればそれにしようかな。そう、あと1回、あと1回分ぐらい、そうまだチケットが残ってるから、 その時にあれば多分早く行かないとなくなってそう桜なんて今の時期だから早く行けばあるか。季節限定だからさ、いつまでって書いてなかったんだよね、その何月何日からみたいな、からしか書いてなかった。他の季節限定のフレーバー、何月と何月みたいなの書いてたんだけど、桜書いてなくってさ、わかんない、いつまでが。全部使ってきたの、いやまだあと1回分ある。
そうだね。でも桜が終わる頃にはまた新しいのが出てるから、まあそれでもいいけど。次の新しいフレーバー。ね、コットンキャンディーっていつ出るのかな。コットンキャンディーが食べたいんだよね。いつか、いつなんだろう。わかんない。そんなに行かないから定期的に。コットンキャンディーが食べたい。なんかポッピングシャワーとコットンキャンディーが好きなんだけど、コットンキャンディーはさ、いつもあるやつじゃないから。いつ頃、毎年いつ頃発売されてるんだろう。全然知らない。ね、なんかいつも気づいたら売ってて、気づいたらなくなってる。なくなっちゃった。全部食べちゃった。ね、美味しかったキャラメルリボン。ありがとうございました皆さん。アイス前のいつのだっけ、だいぶ前だよね多分。だいぶ前のアイスのイベントのやつありがとうございました。めっちゃ美味しかった。妹たちにもあげたんだけど、妹たちも喜んでた。アイスポッピングシャワーだいぶ前だよね。いつだっけな、忘れた。でもチケットもらったのが去年の冬ぐらいだから、去年のいつ頃、11月とかかな。4ヶ月後に使っちゃった。チケットもらったのは、あ、いや、ちょっと4ヶ月前ぐらい。なかなか行かなくてさ、今やっと行った。リップ塗ろう。去年の秋頃、あ、秋頃か。でもだいぶ前だね。半年ぐらい。てよね、時々しか行かない。待って、リップ塗ってる。あ、配信は何分から始めたっけ。40分ぐらいだよね。40分好き。何分までしよう。30分ぐらいしようと思ってる。10分？ん？ 10 分になったら、じゃじゃ10分になったらランキングを読もうかな。したら終わる頃には30分たつ頃かな。リップ塗ってた。よいしょ。10時10分になったらランキング。
ロッキーロードはまた後で食べよう。そんな食べてたら寒い。寒い。また後で食べますね、ロッキーロード。よいしょ。閉まる。閉まった。またアイス買ってきたら配信で食べようかな。冷凍庫がしまえれば、冷凍庫にしまえば、しまえれなかったらすぐ食べないとだから、冷凍庫しまえるか確認してから買いに行こうかな。今日は奇跡的に入ったの、めっちゃ冷蔵庫じゃない、冷凍庫いろいろ入ってたんだけど、奇跡的に入ったから、そう2個分。そうだから。たくさん冷凍庫常にいっぱい。そもそも冷蔵庫自体がもう全部いっぱいって感じ。たくさんいるからかな、家族が。常にいっぱい。うん。そうだから奇跡的に2個ギリギリ入ったくらい。入れば多分いけると思うよな、 1,2 個だったら。また次帰ってきた時に入ったら。冷凍食品も入ってるし、お肉とかも冷凍してあるし、あと何があるかな、なんかいろいろあるんだよね、なんかいろいろ入ってる。なんかちょっと多めに買っといたバターとか、バターかな、クリームチーズかな、そのお菓子に使うの、大きめ。そう、なんかさ、ちっちゃいやつじゃなくってさ、なんかわかる、クリームチーズ何グラム、なんか大きめのやつ、あれとか、なんかそういうのがいっぱい冷凍庫に入ってる。冷凍食品とかお肉とか、そういつも結構入ってる。ちょっと待って。切れちゃってた。これさ、カフェオレさ、さっき温めたんだけどさ、冷えちゃった。もらった保冷剤とか冷凍庫に溜めちゃう。もらった保冷剤も入ってたりする。なんか買ったやつとか、普通の可愛いさ、可愛い保冷なんて、なんかあるじゃん、売ってるやつ、あれとかもあるし、なんかケーキ屋さんとかでケーキ買った時についてくるような保冷剤とかもちょっと入ってる。まあ捨てたりもするけど、ちょっとあったり、そのなんかお弁当、夏場お弁当とか、そのお弁当を持っていく時、もう私使わないけど、学生の頃とかさ、お弁当とか、あとお母さんお父さんが会社にお弁当持っていく時に、あのお弁当バッグに入れたりとかするから、 1,2 個保冷剤使うんだよね、意外と。意外と使うから、そんな大量にはないけど、使う分だけ必要、大体これぐらいいるかなってぐらいだけ。お弁当をそう腐らせないために、夏場暑いとね、そう弁当腐りやすくなっちゃうから。
それよとか、あとなんか冷やしたい時よぐらいかな。そんな感じで。保冷剤もある、冷凍庫に。そう、冷凍庫大きいところが一箇所と、冷蔵庫に大きいところ、その冷蔵庫の、冷蔵庫一台なんだけどさ、その冷蔵庫と冷凍庫一緒になってるやつで、下に大きめの冷凍庫とちっちゃい冷凍庫みたいなのが2個ついてるやつ、わかるかなもうそれ常にどれもいっぱい入ってるって感じ冷蔵庫大きさ。でも冷蔵庫は去年かな、去年に買い替えて大きくなった。去年、前までは4人家族用ぐらいってお母さんが言ってたやっと大きくしたって言ってた。なんか何リットルとかは覚えてないけど、私は分かんないけど、前の冷蔵庫も知らないけど大きくした。でもそれでもなんか常に入ってるんだよね、常にいっぱいって感じ多分あの家族多いとこあるあるだろうけど、常に冷蔵庫いっぱいに結構入ってる状態あるあるなんじゃないかな、多かったら。わかんないけど、私の家は常にそんな感じそう、冷凍食品もあるけど、冷凍庫の部分は私が冷凍食品がいっぱいだけど、冷蔵庫の部分もなんか常にいろいろ入ってる。その感じ多分家族多かったらあるあるじゃないかな、わかんないけど、他の家の冷蔵庫とか見ないからわかんないけどあるあるだと思ってた他の家はわかんないですけど、多いところ。冷蔵庫ケーキとかプリンとかデザートとかも入ってるお母さんが誰か食べるかなと思って買ってきたみたいな感じ、いつも赤ちゃんのようなのが見えるって、結構赤みの強い茶髪、元はね赤っぽく、赤ピンク、赤めのピンクみたいな、だいぶ赤みが強いピンクみたいな、ほぼ赤よりみたいなピンクもう赤、もうなんだろう、そんな感じの色わかんなくなってきて言ってたらそんな感じの色だったんだけど、落ちてちょっと色落ちしてこんな感じ。いつだっけ、その多分2週間前とか先週、うん、2週間前ぐらい落ちて、こんな感じ。今ちょっとだいぶ落ちて、赤っぽいのが茶色っぽくなってるだいぶ落ちて、なんか私の髪なんか黄色っぽくない、なんていうの、黄色っぽくなりやすくてすぐ茶色っぽくなっちゃう。なんか赤みが出やすいタイプじゃないんだよね、髪。多分髪が出やすかったら多分もうちょっとキープされてそうだけど、
黄色っぽくなりやすい。茶色っぽく見える。部屋暗い、そのこの部屋暗いんだよね。この部屋暗いんだよね。電気つけてくれなんて。仕方ない。あ、10分ありがとう、早ラッキング読もうかな。じゃあ15分経ったよね、あれ出たよね、テロップ。全然記憶にないんだけど、いつの間にか出てたから、もう気づいたら出てたパターンが。じゃあ13位からランキング読みます。13位、プッチーニさん、ありがとうございます。12位、トッシー、ベビースターマンさん、ありがとうございます。11位、おさむさん、ありがとうございます。10位、ゆきひょんさん、ありがとうございます。9位、井上よしひろさん、ありがとうございます。8位、バトニーさん、ありがとうございます。7位、ショートさん、ありがとうございます。6位、おまめさん、ありがとうございます。5位、まさむねさん、ありがとうございます。4位、WY アトマーク影の守護神さん、ありがとうございます。3位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。2位、としのりさん、ありがとうございます。そして1位がラスカールアトマークたむたむさん、ありがとうございます。ありがとうございました。よいしょ。ね、出てたよね。全然気づかなかった。でも時間的に出てるよなと思って、15分絶対経ってるしと思って。明日の配信は夜する予定です。いつも通りぐらいの時間帯。明日は夜の11時あたりかな、11時過ぎとか、このぐらいの時間帯でする予定です。ちょっと今日はバタバタしそうだったんで、明日は夜でいつも通り。いつも通りぐらいで。じゃあまたアイス買ってきたら配信で食べたいと思います。冷凍庫が空いてる時に。いけそうだったら行こうかな。そうだな、また早めに行こう。桜が食べたい。いけそうだったら行こう、今月中。いけるかな。いつも大体そういうの行かないから、そう言って。いけそうだったら行こう。じゃまた買ってきたら言いますね。そろそろ終わろうかな。終わりたいと思います。明日の配信は夜の11時23時あたりぐらい、23時過ぎとかそのぐらいだと思います。じゃあありがとうございました。バイバイ、また明日、バイバイ。